しませ。僕のこと分かりますか？次のさっきの黒髪ですよ、はい、僕のことだけ持ってますよね、やっぱり。え、なんか話ですか？いや、料金やっぱおかしいなと思って、まあ、さっき普通に払いましたけど、僕14万ちょっと払ったじゃないですか、はい、で、さっき来たと思うんですけど、はい、女の子って、はいはい、僕の先輩なんですよ、はいはい、あ、知り合いだったんですか？そうなんですよ。どういうことですか？いや、僕ここぼったくりバーって知ってたんですよ。あー、いや、ぼったくりバーですよね。ぼったくってないですよ。いや、ぼったくってなかったらその料金おかしいでしょ。まあ、明細もちゃんと出して、あの、いや、明細見ましたよ、もちろん見ましたけど、はい、全然料金書いてること違うじゃないですか。いやいや、飲んでるものが違うんで。人見て決めてるんですか？いやいや、決めてないですよ。あの、伝票に出した通りです。あ、そうなんですか。じゃあ僕これ、今、録音してるんですよ。録音？はい、録音してます。どういうことですか？いや、このやり取り全て録音してます。自分が一人で来た時、自分の先輩が一人で来た時、はいはい、これも全て録音してます。これ警察に出していいですか？ちょっと、どういうことですか？わかんないですけど。え、なんでダメなんですか？そのなんで困る必要がどこにあるんですか？普通にやってるんだったら。いや、まあ、僕らもプライベートなんで、これあの、プライベートでやってるんで。仕事でしょ。仕事ですけど、あの、プライバシーありますんで、そういう録音とかね、されるとちょっと困ります。あ、そうなんですか、はい、じゃあ別に訴えてくれていいですよ。え、訴えるとかじゃなくて、まあ、録音されてる。消してくれるんだったら別に構いませんけど。うん、じゃあ消したらお金返してくれるんですか？まあ、それじゃあ僕は消さないですけどね。あ、いや、正規料金取ってるんで、それは。支払っていただいたものなんで。乗ってるもんで。じゃあ、支払った分、もう返さずに。で、録音は消せと。あ、そう、もちろんですね。いや、無理ですね。え、なんでですか？お金も返してもらって、録音も消さないです。で、俺はこれは消すと言います。いえいえ、それ困ります。いや、俺が困ってるんですよ。いえいえ、こっちは困ってるんですよ。やられた側なんですよ。わかります？これはこれ、ぼったくりですよね。認めてください、まず。そうですよ。ぼったくりですよね。ぼったくりバーですよ。ですよね。お兄さんはこれ、YouTube ですか？まあ、YouTube ですね。はい、YouTube です。最近、それぞれいますもんね。なんか、潜入してみたみたいな。うん、やってますね、みんな。わかりました、わかりました。もうお兄さんは、こっから出さないんで。どういうことですか？いや、出せれないんで。いやいや、出れます。ちょっと待っといてもらっていいですか？上のもん呼んでくれ。いや、お金返してもらって、俺は出ます。いや、わかりました、わかりました。その人来るんで、待っといてもらっていいですか？もう、ぼったくりバーです、ここは。ですよね。そうです。だからお金返しますよ。ほんで僕はこれ警察に言うんで、早くお金返して僕出るんで。いや、わかりました、わかりました。もう出れないようになってるんで。いや、出れますよ。いやいや、出れないんで。出ましょうか、じゃあ。いい、どうぞ。内側から出れないようにロックかけてるんで、もう。いるんですよね、こういう人たまに。ちょっと電話するんで、ちょっと待っといてもらっていいですか？うん。ちょっと今待って。何を呼ぶんですか？いやいや、上の方に呼んでくるんで。ありがちなパターンですか？いやいや、ありがちなパターンじゃなくて、ほんまにいいですけど、今のうちっすよ。お金も払ってもらってるし、僕らとしては別に構いません、これで。帰ってくれたらね、それで構わないです。え、じゃあもう、呼んでもらっていいですか？あ、読みます。ちょっとだけ待っててください。お疲れ様です。どうした？どうぞ、申し訳ないです。YouTuber さんですかね、潜入してみたみたいなやつで気合ったんですけど、どうします？いや、別に YouTuber とかじゃなくて、別に YouTube どうかは関係ないですよ、別に。これは。ええ、もう録画してるんですよ。録音までしてるんですよ。うん、してますよ。でも、やましいことないんですよね。あ、やましいことあるんか、ぼったくりバーですもんね。ぼったくりバーですよね。ぼったくりバーですよ。いや、もう認めてるじゃないですか。いや、だからもう上の人来てもらったんで。うん。ぼったくりバーの上の人ってどういうことですか？ああ、ぼったくりバーの上の人ね。なるほど、なるほど。え、とりあえず。お金返してもらったらいいんで。カインちゃんはお金返しようしなくて。いや、当たり前でしょ。ぼったくりって認めてる上でお金返さないってどういうことですか？辻通ってないですよね。しかも僕録音してるんで、これ持っていきますよ。で、その上で店出ますからね。いいですか？カインちゃん、北赤道来てるよ。どういうことですか？いや、ぼったくりバーってね、大体その地域で、上がトップ決まってるんですよ。地域でトップ決まってる？地域でトップ決まってるんですよ。でそこを仕切ってる人がおって、で、今こういう状況になってるんですけど、言ったらですけど、ドッキリとかそういうのじゃなくて、ここ本物の普通にぼったくってるバーです。いや、だから YouTube も全部そうじゃないですか。違いますか？全然違います。大体ね、ああいうとこってね、バー貸し切ってやってるんやと思います。で、結局ね、こうやって、来てしまったんですよ。間違って。間違ってないですけどね。本物のところ来てしまったんです。
いや、俺は本物のとこに来たくて来てるんで、間違ってないんですよ。やってたら帰れないですよ。まあ、その録音したもん消して、ごめんなさいの一言でも言ってくれたら、別にもう帰りってなるんですけど、あの、呼んできてしまったんで。いや、舐めてますか、僕らのこと。いやいや、舐めてないですよ。舐めてますか、僕らのこと。いや、舐めてないです、舐めてないです。いや、舐めてるやろ。あのね、お兄さんがガタイいいかもしれないですけど、あの、そういう問題じゃないんですよ。個々の問題じゃなくて、あの、組織で動いてることなんで。だからこの人も来てくれてるんで、あもうこれもやってることなんで、もうはお金払ってもらった、帰りますの前に動画削除してもらって、でからもう帰ってください。もしくはそうじゃないっていうんやったら行くとこ行かなあかんくなっちゃうんで。何で行くとこ行くって。行くとこ行くです。あ大体の想像も、まあ、先はないのも聞いてたら。いやいや、あ、ちょっと待ってください。行くとこ行くって、行くとこ行くのって僕らの方ですよ。分かってますか、ぼったくってるんですよ、ね、認めてるじゃないですか、はい、で認めた上 で僕録音してるんですよ。これ警察持っていくんですか。いいんですか。分かってますよ。いいんですか。いや警察にもう持っていけないです。なんでなんでですか、それは。いやお兄さんはね、その YouTuber さんとか分かんないですけど、夜の世界ってね、そういうもんなんですよ。どういうもんなんですか。今ね、だから来てくださいって言ったらいろんな人来ます。呼んでいけない。呼んでしまったら終わりですよ。いいんですか。いや、終わりかどうかでも分からないでしょ。いやいや、終わります。個々の力がないんで、そればっかりは。どこまで強いか分かんないですけど、YouTube 見てきたんでしょ。 YouTube 見てきた、うん、まあそうですね。そういう企画しようと思ってきたんでしょ。企画をしようと思ってじゃなくて。もう大体分かりますよ。いや、企画をしようじゃなくて、はい、まあそういうバーの場所を俺は教えてもらって、はいはい、まあいろんな人に、はい、で、来たんですよ。分かりました。ね、そういうぼったくりバーって、上が全部つながってるんですよ、ここで。で、実際のぼったくりバーに来た、潜入してみたっていう人、聞いたことないです。いや、そんなん俺らからしたらどうでもいいから。あなたたちは、本物のところに来てしまった。これ本物のバーに来てしまった。本物にしても、関係あるねん。バーはバーやろ、これ。ええ加減にせえや、ほんまに。何やの、その口。まあ、さっさと来せえっつって。おい、口の息は考えろ。あ、じゃあもうぼったくりって認めたじゃないですか。もう、じゃあ返してもらっていいですか。ええ加減にせえや、ちょっと行くぜ。はい、やるぜ。はい、これ。はい、これ。はい、これ。それ本物の銃ですか。脅しですか。この人マジで撃つんで。この人本物ですよ。バーン。え、やばいやん。え、もう通勤ないよ。今のうちも帰ったわ。え、脅しじゃなくてですか。うん、もう汗かいろ。もう帰れ帰れ。あよ。どうしますか。どうしますかってさ、おかしいですよ。もう次ないぞ、早く帰れ。一回じゃあちょっと行った方がいいです。もう帰っとけ、帰っとけ。おい、ちょっと待て。待て。はい、全部消してから帰り。消してから。撮ってるやろ。消してから帰り。ちょっと出して。いや、でもルギアもう消してからいいんじゃん、それは。もう帰ってたからや。そうっすね。じゃあ、消してきます。消してから帰り。はい、じゃあ消したんで、もう行っていいっすか。え、違う。復元できるから、俺。そこも消してちゃんと。あ、ゴミ箱のとこですか。あ、そう。戻って。あ、OK です。え、消して。あ、そう。消しました、じゃあ。OK、はい。あ、もういいよ、帰って。どうぞ。セルフやられました。やっぱいいな。ユータさん。これ、初めて見ましたよ。やっちゃったっすね。すみません、ね、全然。申し訳ないです。もうこんなことになると、本当に。どうも、消した。消しました。え、みんなあれほんまにぼったくりバーあれ行ってるんですか。怖くない、こんなことあります。いや、だって普通に行けてるよな。ぼったくりバーの動画僕何回か見ようかですけど、ピストル出たことないです。大丈夫。ほんまに焦ってたよ。めちゃくちゃ焦ったっす。いやー、テレビちょっとやばかったっすね。やばい。ちょっと今笑えないぐらいの感じになってますけど、ほんまに1時間ぐらい前の僕らのここの元気は一切ないですね、マジで。え、その銃は本物なんですか、それ。いや、本気のやつですか。いや、まあ、いや、俺的に、いや、言ったんよ、それ脅しですか、はい、って言ったんやけど、なんかバーンって言い出して、はい、いきなりその人が、はいはい、もう俺それでほんまにビクってして。あれはなるよ、普通になる。普通に戦おうからって気持ち一瞬あったんやけど、はい、撃滅した、もう
ほんまに怖くなって、うわもう今すぐ出たいってなって、やばい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 ってなりました。え、じゃあお金は無理やでな、あんな状態で無理やでお金のこと忘れてたもんな。お金どうでもいい、ほんまに。そんな言えばいいんですか。お金のことをもう言えんかったな、これ出てから一言も言えなかったですね、ほんまに。いやでも帰れたことが良かったよな。いやそういうことっすね。いやぼったくり場の動画って結構みんな上げてるけど、あれほんまにやってるかってなるよな。なるよな。そんなやばかったんすね。いやそん、いやそれはほんまに言ってる人もおると思うよ、絶対おると思うけど、今回俺僕たちが言ってしまったのがちょっとやばかった。たまたまなんかな。いやそれがちょっと分かんないっすね。でもなんか上の人を言ってましたもんね、 YouTuber の潜入来たことないみたいな。上でなんか繋がってるけど、あれはやらせやって言ってた。俺らのグループは全部こういうの来たことないからみたいな言ってましたね。まあちょっとまあでもよかった、今これでも撮れてんのが良かったよな。そういうことっすよね、いやほんまに。だから視聴者の皆さんに伝えられることはマジで危険やから、ほんまに行かない方がいいですね。キャッチに絶対に出ていかないことですね。もうこれがぼったくりバーであろうがなかろうが、あれほんまに帰れないです、マジで。ほんまに外側から鍵かけられてね、で、しまいめにこれ出されたらね、いや、無理よな、ちょっともう喋られへんもんな、俺今喋れなかった、普通に今も喋られへん。いや、僕も今ちょっとドキドキしますもんね、普通に。なんで、まあ視聴者のみんなに言えることはほんまにキャッチにはついていかないでください。あの、自分が店をちゃんと調べて、で、自分が分かる店に絶対行った方がいいです。眠いよ、めっちゃ眠いです。ハンブルケです。今日はあれですね、ぼったくりバー撮ってから、まあ少し月日経ちましたけど、なんて言うんですか、あのまま、まあこれ出されて、ポーポーヤーマンじゃないですよ、これね、出されて、まあめちゃめちゃビビって、もうこの件についてもうマジフレンドこうと思って、ちょっとまあ数日間僕ブルブルしてたんですよ。でもなんかちょっと、このまま終わったら最初の勢いの、僕摘発するまで行くんでみたいな言ってたこと守れてないんで、これちょっと警察に今から住所は分かってるんで、住所を報告して警察にちょっと今から動いてもらおうと思います。うん、なんで今からまあ交番の方に行って警察の方に、なんていうんですかね、ぼったくりバーの場所てか俺一緒に行きたいな、警察と。ああいいっすね。うん、そういう感じでちょっとやっていきたいと思うんで、お願いします。はい、なんかさっき交番の方にいたんですけど、あの警察官の方が一人しかいなくて、ちょっと対応あんま話聞いてくれなかったんで、ちょっと警察署の方に行ったら、大きい警察署の方に行ったら対応してくれるって言ってたんで、ちょっと警察署の方に来ました。なのでちょっと今から伝えたいと思います。カメラは多分さすがに警察署の中いきなり持って行ったら怪しいし、録音で、じゃあラーメン録音ちょっとしててくれる。はい、じゃあ行きましょうか。みたいな時間になりまして、でちょっと証拠みたいなのを掴んでるんですけど、やばいな、マジで対応してくれんかったな。全然ですね。いやそんなもんなんかな、警察は対応してくれなかったですね。そんな感じなんですね。そういう感じなんやな。一つだけ言えることは、まあ、絶対キャッチについていくなんてことやな。そうですね。でキャッチについていかずに自分で店を、自分で店を行く店を決めて、やらんかったらダメやなっていう感じですかね。